皆様、こんにちは。ブラックベルトオンラインセミナーへようこそ。本セッションでは、AWS システムズマネージャーのインシデントマネージャーについてご紹介していきます。ブラックベルトオンラインセミナーとは、サービス別、ソリューション別、業界別などのテーマに分け、Amazon Web Service Japan 合同会社が提供するオンラインセミナーシリーズです。内容についての注意点ですが、 本資料では2023年4月時点のサービス内容及び価格についいててご説明しています最新の情報は AWS 公式ウェブサイトにてご確認ください。はじめに自己紹介です。私、ソリューションアーキテクトの上野と申します。経歴としては AWS ユーザーの立場でオンプレミスからの移行、AWS 環境の運用改善などに携わってきています。好きな AWS サービスは AWS システムズマネージャーです。 本セミナーの対象者ですが、AWS の運用をされている方、これから運用される予定の方、そしてインシデント管理に関わる方です。そして本セミナーの目的になりますが、AWS システムズマネージャーのインシデントマネージャーの機能とユースケースをご理解いただくことになります。そして本日お話ししないことですが、AWS システムズマネージャーの全体像については、ここではお話はいたしません。 別途、えっと、AWS システムズマネージャーオーバービューという同じブラックベルトオンラインシリーズが出ておりますので、そちらをご参照ください。また、AWS システムズマネージャーのインシデントマネージャー以外の機能の詳細についても、ここでは深く触れませんので、ご了承いただければと思います。アジェンダです。まずは、AWS システムズマネージャーの概要をおさらいし、その中の一つの機能であるインシデントマネージャーについてご紹介していきます。 次に実際にインシデントマネージャーを使ったインシデント管理、対応をどのように進めていくかを説明し、コアとなる部分以外の機能とチップスや料金についても後半でご説明していきます。まずは AWS システムズマネージャーの概要です。AWS システムズマネージャーはハイブリッドクラウド環境のための安全なエンドツーエンドの管理ソリューションです。サーバーのインベントリ情報収集、タッチ管理、 リモーーートアクセスであったり、サーバーに関わらず変更管理、インシデント管理などを支援すする機能が揃っていますシステムズマネージャーは EC2 はもちろんその他のクラウドリソースオンプレミスサーバーさらにはエッジデバイスでも使用できますそしてシステムズマネージャーは単独で機能するのはもちろんですが AWS コンフィグなど他の AWS サービスとの連携やサードパーティーソリューションとの統合も可能になっております システムズマネージャーの機能全体を見るとこちらの図のようになっており運用管理アプリケーション管理変更管理ノード管理に分類されていますシステムズマネージャーの全体像はシステムズマネージャーオーバービューというブラックベルトシリーズが公開されておりますのでぜひそちらをご参照ください今回はシステムズマネージャーが持つ機能の中でインシデント管理を担うインシデントマネージャーについてご紹介していきます まず、インシデントマネージャーとはというところですが、はじめに、インシデントとは何かについておさらいしていきたいと思います。こちらは、インシデントマネージャーのドキュメントから引用しておりますが、インシデントとは、サービスにおける計画外の中断や、サービス品質の低下をもたらすものとして捉えています。提供しているサービスが止まるというのはもちろんそうですが、レスポンスが悪くなるなどの品質低下もインシデントとして捉えています。 インシデントのハンドリングの例も見ていきたいと思います。まずは、インシデントの検知があり、インシデントが起きたことを担当者に連絡する、巻き込むといったエンゲージですね。ここから始まるかと思います。その後、状況について調査を行い、インシデントの影響を軽,軽減させる、または解決するための対応を行い、対応後には、なぜインシデントが起きたか、もっと対応を早めるにはどうしたらよいかといった分析のフェーズをたどり、 そこで得られた学びを次のインシデント対応に生かすというサイクルになるかと思います。各フェーズで求められることをもう少し深掘りしていきます。検知とエンゲージメントでは、適切な担当者への連絡及びその連絡に応答しているのかといった状況の確認が容易にできることが必要になってきます。また、メイン担当者が応答しないとき、次は誰に連絡をするのか。 関係者をどこままで巻き込むののかかとといいっったエスカレーーションフローの整備も必要になってくるかと思いますいざ、調査と対応を行うフェーズでは、調査に必要な情報が一元化されていて、対応手順が明確になっていることや、作業が自動化されていることで、より効率的な対応が可能になるかと思います。また、複数人での対応では、誰が何を担当しているのか、どこまで調査したのか、といったコミュニケーションが円滑に行えることも必要になるかと思います。 そして、対応して終わりではなく、分析、いわゆる振り返りをして、インシデント対応自体の改善や、根本原因の理解をして、その情報を形に残しておくという必要もあるかと思います。これらは、インシデント対応を効率化し、影響を最小限に抑えるために必要な要素かと思います。まさに、今まで出てきた観点を支援するのが、インシデントマネージャーです。ということで言うと、インシデントの解決、影響を軽減するまでの時間を、 短縮させるための機能です。それでは、インシデントマネージャーの全体を見ていきます。後ほど詳細は説明しますが、まずは、インシデントハンドリングのフローと照らし合わせて見ていきたいと思います。まず、検知とエンゲージメントです。クラウドウォッチやイベントブリッジによってインシデントを検知して、エスカレーションプランによって適切な担当者への連絡や、 連絡に応じなかった場合のエスカレーションが行われます。調査と対応フェーズでは、インシデントマネージャーによって、タイムライン、誰に連絡して誰が応答したかといったエンゲージメント状況、インシデント対応がどこまで進んでいるのかといった実行状況など、インシデントの外況が一元的に確認でき、Slack や Teams との連携によって、関係者間のコミュニケーションを円滑化し、 作業の中で自動化が必要であればシステムズマネージャーのオートメーションがカバーすることができます。インシデント後の分析ではインシデントマネージャーで用意されている分析フォーマットを利用してインシデント対応の改善に向けた振り返りや根本,本原因の理解につなげることができます。それでは実際にインシデントマネージャーを使ってインシデント管理をしていくためにここからは 各リソースの説明、利用方法をご紹介していきます。インシデントマネージャーに関連するリソースは大きく分けてこちらの6つになります。連絡先、エスカレーションプラン、オンコールスケジュール、チャットチャンネル、ランブック、そして対応プランです。一つずつご紹介していきます。まずは連絡先です。連絡の手段としては、E メール、SMS、 音声、電話ですね、こちらが選択できます。1つの連絡先に複数の手段、チャンネルを設定することも可能です。連絡先を作成する際に、エンゲージメントプランというものを設定しますが、こちらは、インシデント発生後、即座に連絡をするのか、時間を置いて連絡するのかといった設定になります。要件にもよると思いますが、インシデント後に即座に連絡を行うケースが多いかとは思います。 実際にインシデント発生後に来るエンゲージメントはこちらのようになっています。電話での連絡については、日本国外からの番号でかかってくるため、ドキュメントにも公開されている VCF ファイルをダウンロードして、電話帳に登録していくことをお勧めいたします。連絡を受けた後、メールや SMS では、アグナレッジコードをインシデントマネージャーのコンソールに入力することで、連絡に応答したことを示すことができます。 電話ではダイヤルの位置をプッシュすることで応答した扱いになります。ただし、現時点で,ですね、日本の番号宛の SMS にはコードが届かないため、その点だけご注意いただければと思います。次にエスカレーションプランです。インセント発生時のエスカレーションフローを定義するもので、ステージという概念で連絡の順番を設定できます。 例えばですが、ステージ1に設定された担当者が一定時間応答しない場合は、次のステージの担当者に連絡が行くといった設定が可能です。連絡に応答すれば、ステージの進行を止めるオプションがありますので、併せてご利用ください。次に、オンコールスケジュールです。こちらは、連絡先のローテーションや、連絡が行われるスケジュールを設定することができます。 ローテーションは日、週、月の単位で設定ができます。例外設定を組み込むこともでき、こちらは1週間ごとに A さんと B さんで連絡を受ける順番をローテーションしておりますが、4月17日だけ臨時で B さんが第一連絡者になるといった例になります。設定のイメージをもう少しご紹介します。連絡が行われるスケジュールとして曜日が指定できます。 例えば平日のみオンコールが行われるといった設定が可能ですローテーションについては事前に作成している連絡先を追加しておき順番を設定しローテーションする頻度を設定していきます設定を行うとローテーション内容をカレンダーで確認することができますはじめにご紹介した通りスケジュールの例外を設定することも可能で シフトのオーバーライドから日付とオーバーライドするコンタクト、連絡先ですね、こちらを設定する流れになります。次はチャットチャンネルです。チャットチャンネルの設定を行うことで、インシデントの更新や通知を Slack、Teams、Chime にプッシュすることができます。インシデント対応を行っている個人ではなく、チーム全体での情報共有の目的などでご利用いただければと思います。 また、Slack と Teams からはコマンド操作によってイン,シンインシデント情報を取得したり更新といった操作が可能です。詳細はドキュメントをご確認いただければと思います。次にランブックです。ランブックはシステムズマネージャーというサービスの中でドキュメントの一種であります。大枠としては実行したい処理などを定義していくものになります。 詳細はですね、同じブラックベルトシリーズのシステムズマネージャーオーバービューをご覧ください。インシデント発生時にシステムズマネージャーのオートメーションという機能がランブックを呼び出すという関係性になっております。ランブックには従来スクリプトで実装するような処理を定義することもできますが、単純に手順のみを記載して読み終えたら次のステップに進むという手動のステップを定義することも可能であるため、 インシデントマネージャーから見ると、ランブックは機械的にこう処理をじ自動実行するだけのものではなく、インシデント対応に必要な手順と、インシデント対応に必要な自動処理が組み込まれたものという位置づけになります。インシデント対応用のランブックテンプレートが提供されているため、ぜひご活用いただければと思います。テンプレートの内容は、基本的なインシデント対応の手順がステップごとに記載されているものになります。 まずは取り味ということで、影響を判断し、確認ができたら次のステップに進みましょうというものです。テンプレートはすべて手動ステップかつ、ステップ内に処理を実装しているわけではなく、手順を記載したものになっております。もちろん、各ステップで必要な情報を集めたりする際、スクリプトの実行が必要であれば、組み込んでいただくことも可能です。インシデントが発生した原因というものはですね、毎回固定ではないかと思います。 原因も事象も同じであれば全て自動化して指導のプロセスを省くということもできるかと思いますがそうもいかないのがインシデント対応かと思います自動化できる部分と指導対応が必要な部分を使い分けていただくのも一つの手かと思います関連するリソースとしては最後となる対応プランです今までご紹介してきた各リソースをこの対応プランにまとめることでインシデント対応を行うための プランになりますインシデント発生時はこの対応プランが呼び出されることでエンゲージメントやランブックが動くことになりますではここからはインシデントをインシデントマネージャーで扱うための設定も見ていきますまずはインシデントの作成です対応プランを選択し手動でインシデントを作成することもできますしクラウドウォッチアラームやイベントブリッジのイベントに紐付けてインシデントを作成することができます クラウドウォッチアラームであれば特定のメト,リクスメトリクスに設けた指揮位置を超えた場合にインシデントが発生するといった形になります。作成されたインシデントはインシデントマネージャーのコンソールから確認することができます。ステータス、影響、紐づくチャットチャンネル、インシデントが発生してからの時間、ランブックの進行状況、エンゲージメント状況などを確認できます。さらに詳細を確認するには関連メトリクスや タイムラインといったですね、タブを開くことで確認が可能です。こちらはタイムラインのタブです。いつインシデントが発生したか、いつ誰にエンゲージしたかといったインシデントに関わるイベントのタイムラインを確認することができます。インシデント対応の主軸はランブックになります。対応プランに紐付けたランブックの確認、操作がインシデントマネージャーのコンソールから行えます。 取り合いが完了した際は、ッ北のステージを進めるなどの操作をして対応を進めていきます。また、インシデント対応中には、調査状況や進捗を詳細に示すためにメモ機能を使うことができます。メモを追加することで、タイムラインにもメモした内容が追加されていきます。インシデント対応完了後は分析になります。分析をしっかり行うことで、インシデント対応の改善。 問題の根本原因の理解、インシデントによる影響の分析、インシデントから学んだことの共有が行えます。分析についてもテンプレートがあり、インシデントの根本原因を掘り下げるための質問が用意されています。ぜひご活用いただければと思います。分析を行った結果、改善アクションが必要ということであれば、改善アクション運用タスクとして管理するために、システムズマネージャーの Ops センターの オプスセンターの詳細はブラックベルトシリーズで公開されているためぜひご参照いただければと思います補足になりますがこちらは分析テンプレートの入力項目になりますインシデントの概要や影響に加えインシデント検出を早める余地があるのか対応時間の短縮余地はあるのかといった、えー、質問が用意されています インシデント後の分析についてはコレクションオブエラーを開発すべき理由というブログでも解説があるためぜひご参照いただければと思いますここまでインシデントマネージャーのリソースやインシデント作成から対応分析に関わる部分をご紹介してきました最後にインシデントの例を題材に全体図を振り返りたいと思います ここではアプリケーションのレスポンスチーンが発生するという品質低下に関わるインシデントが発生したケースでお話を進めていきます。まず、クラウドウォッチアラームによってインシデントを検知して、インシデントマネージャーでインシデント対応が始まります。エスカレーションプランに定義されている連絡先に連絡するも、えー、ステージ1の担当者は眠っていて気づかなかったようです。 ということで、えー、所定の時間が計画後、ステージ2の担当者に連絡が行き、えー、ようやくここで連絡がついたため、えー、ステージ2に設定されている連絡者は、担当者は、ランブックをもとにインシデント対応を開始していきます。ここで用意されたランブックでは、ステップ1でインシデントに関連するリソース情報を取得する処理が自動で実行され、そこで収集された情報をもとに、手動で調査を進めていくといった内容になっています。 レススポンチェンになる原因は毎回同じとは限らないためこう自動と手動対応を組み合わせた対応をこのランブックでは想定しています。インシデントの発生やステージ2で応答があったということはチャットチャンネルを通してスラックに連携され関係者間で状況把握ができた状態でインシデント対応が行われていくといった流れになります。 ここの例では載せておりませんが、対応完了後はぜひ分析まで行うことを推奨しております。はい。では、ここからは基本機能以外のお話と、チップスについてもご紹介をしていきます。まずは、クロスリージョン対応です。インシデントマネージャーでは、レプリケーションセットを設定することで、インシデント、対応プランなどのリソースが別リージョンにも共有されます。 最低でもですね、2つのリージョンでレプリケーションセットを作ることを推奨しています。現時点ではですね、レプリケーションセットで指定できるリージョンは3つまでとなっております。次に、クロスアカウント対応です。対応プラン、エスカレーションプランなどは、リソースアクセスマネージャーを利用することで、別のアカウントに共有することができます。 ランブックについてはシステムズマネージャーのドキュメント共有機能から個別で設定が必要になります。管理アカウントで作成された対応プランや連絡先を利用して各アカウント側のインシデント管理に利用でき、インシデントの内容は管理アカウントに集約することもできます。こちらは対応プランで利用するランブックへのパラメータ受け渡しに関するチップスです。 例えばですが EC2 の CPU 使用率をトリガーにインシデントを連携した場合であれば対象の EC2 のインスタンス ID を乱北に連携して何か処理を行いたいというケースがあるのではないかと思います乱北のパラメータとしてインスタンス ID を用意しておき対応プランの設定時にパラメータに関連リソースが受け渡されるような設定が可能になっております 対応しているサービス、リソースにはちょっと制限がございますので、ドキュメントをご確認いただければと思います。ただし、一つご考慮いただく点がありまして、先ほどご紹介した設定で連携されるのは、リソースの ARN であるため、インスタンス ID 部分だけ文字列として利用したいというケースにおいては、この ARN からインスタンス ID を抽出するような文字列加工のステップをランブックで定義する必要があります。 例になりますが、ステップ1で、ランブックのステップ1で文字列を抽出して、その値を次のステップのパラメータとして渡すといった、えー、作りなどができますので、えー、このあたりはぜひランブックの実装に関わる、えー、詳細が書かれたドキュメントをご確認いただければと思います。サービスの統合についてです。サービスナウや JIRA Service Management、JIRA Cloud、AGER DUTY とインシェトマネージャーは統合可能になっております。 インシデントマネージャーから作成されたインシデントをそれぞれのサービスツールに連携できるため、既存でご利用いただいているサービスやツールがあれば、管理の主体を変えずにご利用いただけます。インシデントマネージャーとオプスセンターの関係性についても少しだけ補足いたします。インシデントマネージャーはインシデントの管理、対応を行うための機能で、オプスセンターは AWS リソースに関する 運用作業項目を管理すすするる機能ですそのためカバーしていい範囲に違いがありますインシデント対応に限らず運用産業項目全般の管理が必要であればインシデントマネージャーと合わせてオプスセンターのご利用もご検討いただければと思いますそれでは料金についてもご紹介します インシデントマネージャーは1ヶ月でアクティブな対応プランの数に基づいて課金されます。対応プランごとに月額7ドルになっております。加えて、SMS と音声メッセージは1ヶ月あたり100件まで無料枠がありますが、超過した分が受信者の国に応じて課金されます。また、関連機能の料金としては、インシデント作成時に作成されるオプスアイテムと、実行されたランブックのステップに対してオプスセンター及び オートメーションの料金が別途発生いたします詳細はぜひ料金ページをご覧いただければと思いますそれでは最後にまとめになりますまずインシデントはサービスにおける計画外の中断やサービス品質の低下をもたらすものということでお話を進めてきました そして、インシデントマネージャーは、インシデントの解決、影響を軽減するまでの時間を短縮させるための機能であると、一言でご説明をしてきました。実際に、インシデントマネージャーを使うことで、適切なメンバーアサイン、連絡、エスカレーション、関係者間のコミュニケーションを円滑化し、ランブックを利用することで、インシデント対応の効率化につなげるということをご説明してきました。 ぜひ皆さんもですね、これを機にインシデントマネージャーご利用検討いただければと思います。本資料に関するお問い合わせはこちらに記載されているとおり、ご予見に合わせてサポートにお問い合わせいただければと思います。その他コンテンツご紹介ですが、イベントやハンズオンコンテンツの情報も公開されているため、ご興味があればぜひご覧いただければと思います。以上となります。ありがとうございました。